さて今回も始まりました、夏美の G スタイルでございます。今シーズンは4戦目ということで折り返しとなっております。というのもですね、この番組は、6回を1シーズンとして、プラス3万発を目指しています番組でございます。3万発を達成した暁にはご褒美がもらえるということで、すごくすごく豪華なご褒美がもらえるということでハードルを上げております。ご褒美のハードル上げてるよ。はい、目指して頑張っております。でですね、過去3戦で今のところ、収支がですね約300個のマイナスとなっております。一応ね、このぐらいのマイナスに抑えているという言い方でいいんじゃないでしょうか。とても優秀なんじゃないかと思っております。自分的にはほぼほぼもう負けてないようなものなので、まあゼロからのスタートということで今回折り返しで頑張っていきたいと思います。でプラス3万発出さなきゃいけないんで、あとね今日入れて3回でしょってなると、やっぱりそこそこ出る台を打たなきゃいけないのかなと思ってね、どうしようかなと思ってるんですけど、すごく調子が悪いです。シンプルに最近すごく調子が悪くて、7月の終わりから8月の上旬ぐらいまで15連敗したんですよ、はい、っていう状況で、ね、なんでこんな負けたんだろうって。私パチンコ歴、どのぐらいだろう今、17年ぐらいかな、17、8年ぐらいこんな連敗したことないんですよ。だからなんでなんだろうと思って考えたんですよ。で分かったんですよ、ラッキートリガーのせいなんですよ。ラッキートリガー機種打ってたらすんごい負けてんの、もう荒いんですよね。何にもラッキーじゃないんですよ。腹立ってます、もう思い出したら。なんかラッキートリガーってラッキーな分やっぱ入れるの難しかったりとかするじゃないですか。でも入れたらすごいじゃないですか。そのすごい分をその入れなかった分で補填しなきゃいけないから、入んなかった時本当死ねるわけですよね。でもちょっとしか入んないじゃないですか、たまにしか入んないじゃないですか。だから負けるんですよ。もうなくなればいいのに、もうラッキートリガーアンチになってきている状況なんですけど、ただいい思いもしてしたことは何回もあるので、面白いですよ、面白いんですけどね、ちょっと荒すぎるぞと。最近の機種荒くてもう疲れたぞっていう状況なんですけれどもね、やっぱりラッキートリガー機種多いんで今日も打たなきゃいけないのかもしれないですけど、まあただラッキートリガーっていう名前だけあって入っちゃえば夢はありますので、一気に3万発バーンと今日プラスあるよ。なんとか今日で巻き返しを狙っていい感じのプラスを目指していきたいと思っております。ということで頑張ります。まあ海はやめとこうか。ユニコーンここにあるんだ。苦手なんだよな、スマパチの方はないのか。東京性が相変わらず。あれ北斗、私北斗はこれか。いやー出したことないんですよ、相性悪すぎて。この北斗、でも348怖い。あでもなー、まあでもユニコーンよりは北斗かな正直。やるかー、じゃあ北斗。あー怖い、もういい北斗の剣天で、とりあえず朝一頑張りますか。はい、ということで、頑張って北斗の剣打っていきたいと思います。最新の北斗ですね、こちら私相性が激悪で、過去でも言うても2回しか打ってないんですよ。打ち込んではないんですけれども、なんで打ち込んでないかというと、あまりにもやれなすぎて辛くて、もう怖くて打てないからです。はい、でっていうのも本当に私これ図柄ぞろいしたことないんですよ、もう引けなすぎて。もう本当に怖くて、で周り見てて もう邪気で転落とかもしてるし、なんかもうこういい話もすっごい聞くけど怖い話もいっぱい聞くし、で別にユニコーン新しいの出たしでユニコーンの方打ってるっていう、もうラッキートリガーがそもそも怖いっていう恐怖症、 LT 恐怖症にちょっと陥っておりまして、っていうこともあって怖くて打ってないんですが、もともと楽しみにしてた台なんですよ。だから出れば絶対楽しいだろうなと思いますし、演出に関してはすごいいいなと思ってるんで、今日頑張っていいところ初勝利できますようにということで、朝一打っていきたいと思います。
びっくりした。あ、ケンフラッシュ、早速なんですけどすいません、まだスペックの説明とかしてない、まだ5回転ですね今ね、今6回転か、次ケンフラッシュなりました。これカスタムしてます、オンで 27% ですね。そんな強くない先バレという感じです。ただあの占有率が 96% あるので、当たるときは、まあ、ほぼほぼカスタムしてるとケンフラッシュになると。今ビビリー、ザコビビリーからのいきなり発展いいよ。剣王行きました。待って、キリンフラッシュ何当たるの、ちょっと待って、当たるの、そう、しかもトキはケインとトキがあるんですけど、相手がトキの方が強いんで、まあ、これも本当歴代の北斗の昔の北斗って感じですよね。あれチャンスアップあったかな、見てない、ちょっと目離しちゃった時に出てたかな。ケンシロウとかいるチャンスアップもありますね。あとゴーの剣か、ここでガットイン、緑だけどキリンフラッシュなってるからな、いけ、当たってもいい、ちょっと待って、ちょっと私ちょっとねあんまりリーチ集中して見てなかったんですけど、どうしようと思っちゃって、当たりました、何だったの今まで、今まで図柄揃わなかったの何だったの、ちょっと待って、初めてなんだけど7回転これはこれでちょっとどうしよう、はい、何が起きてるんだろうな、びっくりしたな今、どうしよう、いやー怖い、龍拳来たら怖いから緊張にしよう、まあ一応80% 図柄揃うんで、私がもうついてなさすぎたんですよ、そもそもね、多分、まあ、回した2000回転ぐらい回して図柄揃わなかったんですけど、初めて今揃いました。でケンシロウとラオウどっちか選べるんですけど、まあ、ラオウで昔の北斗ではやってたんですよね、KO とかの時とかシックスとかだけど、スカート見えた時怖いんで、あのね、両剣ね、ケンちゃんにしました。でこれ転落タイプですね、あーもう怖い、ちょっと待って落ち着こう今ね演出を思い出しながら、久しぶりなんで思い出しながらやろうと思ってたら当たっちゃったんで、すいませんちょっとテンパっちゃって、はい、でも40分の1ですから、40分の1、引ける頑張ります。こいジャギ、あダメか、バトルモードと突入したんですけれども、今回バトルモードは転落タイプになります。転落確率今、ラッキートリガーに入ってないただのバトルモードなんですけど、この場合は 136.9 分の1で転落します。ただ大当たり確率が40分の1なんで、転落する前に40分の1を引きます。頑張って引き続けます。転落タイプめちゃくちゃ苦手なんですけど頑張ります。でケンちゃん選んでるんで、敵が、サウザー、シン、ウィグル、ジャギの順で、チャンスになってきましたから、ジャギが熱い 9割ぐらいありますね。でアミバはもちろん大当たり濃厚と、とりあえずサウザーとシンが出なきゃいいです。できれば、まあ、ウィグル以上でチャンスだよね。ジャギだったよ今、いけ頑張れ。ヒルワーは普通だね、文字はビックリマークがつくとねチャンスですから、いいよ、いいジャーキーいいよ。ジャーキーがね6テンパイで渡りの子で、37渡れても渡りの子ですね。あれ死闘ではない、ちょっと連打、普通の連打、あここ多分裏ボタンもあると思うんですけど、ジャーキー京都ジャックがあります、羅漢劇京、まあえ、ちょっと大丈夫だよねケンちゃん、大丈夫だよね、ちょジャギだよ、本当やめて、一撃だと濃厚、本当にやめて、
な。どうだろう。一応右打ち中は3ラウンドが 30%、 それ以外の 70% が10ラウンドですね。で、ラッキートリガーは10ラウンド引いたときに可能性があると。全体の 12.6% ですね、ラッキートリガーは3ラウンドかな、これは3ラウンドですいやでもいいです、いいです、頑張ります。またこれから、これから、怖いよ。ん、左右キョロキョロからの人影、誰いるの、いるの、いい、うわ最悪。え、あ、サウザーは8連敗で濃厚です。だから全然ダメ。うわもうやだ、ほんと、いや弱攻撃じゃないと無理うわ無数のバトル開始か、もうやめてよ。3ラウンド1回しか引いてないんですよ。あれ弱攻撃じゃん、ない、じゃ中攻撃か、中攻撃だった。ちょっとおやだいや、サウザーだもんな。いや、嘘でしょ、18回転目なんだけど、3ラウンドしか引いてないんだけど。え、本当に終わりですか。北斗姿勢もないし、本当にシューないの はいはいはい、いつもこうです、すぐ転落します。あーもう、いや結局相性悪いじゃん、もう10ラウンドも引けずですよ。保留で当たんないかな。今ね、アミダクジが、あ、そう、ちょっと待って、アミダクジあるんですよね、奥さんって。アミダクジがね、完成したんですよ。え、ちょっと、え、そう、アミダクジがね、王冠みたいなところだったんですよ。で、えと思って見てたら、転廃したんで、うわ、嬉しい。でも3ラウンドいや、嬉しいです、嬉しいです、よかった、生きてた、よかった。あーもう怖い、心臓に悪い。いや助かった、ほんとサウザーには会いたくない、やだ本当に嫌。ですね、ラッキートリガーが無双転生チャンスから突入します。これが10ラウンドの 36%、 約 36% で無双転生チャンス発生で、その成功期待が 50% 成功するとラッキートリガーという感じになります。でそれが全体の 12.6% になってます、ラッキートリガーが。だからまず10ラウンド引かないとラッキートリガーのチャンスがないので、10ラウンド引きたい。今すごい薄いとこ引いてる、2回連続 30%。 うわー、もうすぐ100、早く40分の1引いた。ああまあまあですけど、止まるかな。もうバカバカ、ほんと嫌。もう117回転も余ってるから転落引いてるかもしれない、やだ。なんでこうずっとストレスケンちゃんが映って破片に、ケンちゃんが映ってるとね、チャンスでしたね。もう本当にお願い。あ、飛んだし、あーダメだ、強攻撃だ、終わったこれ最悪、もう頑張って、これ厳しいか、まさかの一撃でないか、助けて、いやだ、もう流星ない、もうやだつらい。なんで40分の1引けないの、
早く早く聞いてよ、悲しいです。ラスト何もない、何もないね。ほんと転落タイプできないんだよな。うわーもうショック。一応2回当たってるのにどっちも3ラウンドもやばくないですか。ほんとダメだな、なんでできないんですかね。今回の北斗全然できない、転落ができない。あまあでも500円で当たったんでね、まあ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 ありがたいと思って次頑張ります。よし、ああこんなんばっかなんだよな。シークレットチャージ引いた、138回転目。まずチャージは引くのよ、よくあるチャージあたりですね。これと真剣勝負しか引いたことなかったんでね、今日までおまけあたり、おまけあたりです。さあ1000個ちょっとあった持ち玉が今なくなりまして、でも、20回以上は回ってるので引き続きこの台でやっていきたいと思います。いい感じです、あと当てるだけですね。またすぐ図柄で当たってくれたら嬉しいな。さっき奇跡的にすぐ7回転で、ね、なんか7回転で当てるのすごい北斗っぽくてかっこいいんですけど、また当てたいですね、早めに、お昼前に当てたい。うわびっくりした、もうこれは引くのよ本当に。なんで刑事もそうなんですけど、チャージめちゃくちゃ引くんだよな。なんでこっちは引くんだってやっぱり思っちゃうんですけど、まあただで球もらったと思って、ただでって、いやただではもらってないか、まあまあおまけということでね、まあまあ2回目です。あびっくりした、嘘でしょ、引きすぎだって。37回転目だってこれ、正規物チャージって480分の1くらい近くの確率のはずだけど、199分の1くらい引いてますよ私。69回転目、本当に、ね、本当ですかサミーさん、私こんなに引き強くないよ。でも嘘言うわけないからな、サミーさんみんないい人なんだよな、結構シダというか導入前にね打たせてもらう機会とかね、動画収録とかであるんですけど、サミーの人みんないい人なんだよな、嘘とかつかないと思うんですけどね。嘘、普通に嘘ついたらダメなんだけど。にしても引きすぎじゃない、そんな引けるか。嘘でしょ、5回目怖いって、27回転目。いやもう怖い、さすがにチャージ歴結構チャージ引く方ですけど、今日はだいぶすごいです、今日の引き半端ないです。チャージの一応 1% だけね、 LT 直行あるんですけど、そんな引けるかって話で、引けたらすごいですけどね。もう何なんだよ、なんかチャージでちょっと持ってますもんね、持ち玉の玉持ちが良くなってます。なんだよ、慶応来ると思ったじゃん、2回だし弱かったもんな、しょうがないか。え
怖いって。もう本当に、6回目アマデジナミに引いてますよ。怖いよ、だってもうこれ全部チャージですよ。1、2、3、4、5。こんな引ける？怖っ。7回目だよ。170回転目、信じられない。でもこの台正規マチチャージしか、これしか当たり存在しないじゃないですか。そんなことあるんですかね。引きすぎだよ。びっくりした。久しぶりに来た。あー、緑だよ。いやー、ワンちゃんなんとかなんないかな。なんだかまた来た。はいよ。緑だもんね。なんもチャンスアップないし。びっくりした。おー、やだ。もう緑ばっかり。当たらんねー。本当に当たんない。52回って回らなかったのか。そんなに。これにします。はい、北斗2台目にやってきました。最初すごく状況いいかなと思って頑張ってたんですけど、どん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 ダメになってきまして、ちょっと打てるレベルじゃないまで下がってきた上に、958回転、総回転数、チャージは7回当たってるんですけど大当たりができず、最初は朝一7回転で当たったのにっていう悲しい展開なんですけれども、やっぱり北斗の剣、私はダメなんだろうかとやっぱ絶望しかけているんですけど、まだ時間があるんでね、頑張ります。2台目で頑張っていきたいと思います。662回回して当たりゼロの台ですね。やっぱ三遊球きついよな。本当昔三球球とか打ってたけど、なんかその時と比べてもやっぱきついんだよな。へそ小球1個だしね。やめて、止まるんだよ、止まるんだよ。もう最悪だわ。もう図柄揃わないやつだ。当たったのにせっかくマジか。なんで図柄揃ってくんないんだろう。一番簡単なんだけどね。 75% あるからね、図柄揃え。いやー、マジで。サウザー深夜はやめて、サウザー深夜はやめて。まあもうダメだ。終わった終わった。これはきつい。もうレイだったら濃厚でしたね。そりゃそうだ。なんでなんで通常引くんだろう。こんなバカなんです私この台。せっかく当たったのにもやだ。悲しい。本当に辛いです。もう弱音を吐きます。もうしんどいです。もうやっと当たったのに。今日多分1000回転以上通常時回して、最初の7回転で当たったやつなんてほとんど回してないようなもんなんで、ずっと回してるわけですよ。チャージ以外、チャージしか当たらなくって、やっと349分の1当たったと思ったら、通常って 20%。 多分私3000回転以上通常に回してるんですけど、図柄あたり1回、チャージは何回引いたか分かんない、数え切れないくらい引いた。すごい引ける、チャージは。あとはこの通常が3回目かな、かな。向いてないんだろうな、望郷星に続き。望郷星と北斗のあの99分の1のラッキートリガーもそうなんですけど、北斗に向いてないんだ。最近の北斗の台は向いてないのかもしれないです。それはこういうこうちょっと尖ったスペックっていうんですか、私は海以外打てないのかもしれない、もしかしたら。で、海ばっかり打ってたらみんな嫌でしょ。みんな嫌でしょ。つまんないと思うんですよ。やっぱこういうスペック好きな人も多いと思うんでね、私も出してみたいですしね。ね、もう
卒業したい、もう落ちたくない、本当に北斗京で卒業したい。はい、残念なことに、実戦終了となってしまいまして、いや本当に申し訳ないですね、引けないですね、私はこういう台がとことんダメですね。あの巷で人気がある、まあ、こういった洗い台、みんなが好きな洗い台、私は本当に出ないんです。普通でいいんです、私普通のループタイプがでじゃないと出ないかもしれない、まあ、それもそんな出ないんですけど、ここまで一息一回にならないんですよ。ちゃんと図柄揃ってそれなりに出てくれる普通のなんかなんだろう、女バーンみたいな行かないような台をもうちょっと増やしてもらえないでしょうか、この市場に。洗い台多すぎる、防強性とかっていう切実な思いを、すごい思いが強くなりました。まあ、ただ単に私が引きがちょっとねおかしいっていう感じなんですけれども、本当に申し訳ありませんでした。一応エンディングの方で結果の方発表したいと思います。お疲れ様でした。実戦終了いたしまして、本当にすいませんでした。もうこんなはずじゃなかったんですけど、ただ打つ前に怖い怖いとは思っておりました。やっぱり苦手機種ではあるので、1回も勝ったことがなく相性が悪いということでスタートした、この台7回転でね、当たった時は本当に今日この日のために私は辛い思いをしてきたんだって思ったんですけど、結局私北斗で10ラウンド1回も引けておりません。未だに通常時3000回転以上回して図柄当たり1回、今日に限ってはチャージ7回、通常1回、ね、真剣勝負いったらやっぱりね、あれだってほぼほぼ通常だもんね、 20% ぐらいだもんね、結局期待度ね。だからね、あれ怖いのよ。でも思い出すよね、昔の399の時代の北斗とかね、昔は 80% のループタイプだったんですけど、やっぱ 20% の通常引いちゃうってや、ね、今日みたいな感じでね、あの残念あたりがあったわけですよ。それをなんか思い出しましたね。ちょっと懐かしい気持ちにはなったんですけど、チャージだけは納得いかない。あんなに引けるものですか、ちょっと聞きたいです、皆さんに。あんなに引くもんなんですかね、ちょっとおかしいっていうか、引き強くない、すごい引き強いのに負けてるんだけど、なんでなんか無駄引きしてる感じあるっていうか、なんか納得いかないんですよ、今日のなんかマイナスに。こんなに引いてるのにみたいな、引き強い方なのになんでこんなに負けてるんだろうっていう、このなんかモヤモヤーとした感じがね、すごい拭えない実戦となってしまって、ただ皆さんにはすごい見どころがなくってね、すごい申し訳ないなって思ってるんですけど、やっぱり荒いですよね、やっぱり焼き鳥がダメだ。焼き鳥がね面白いんですけどね、面白いしね、出るときも出るしいいんですけれどもね、ダメだ、私向いてないかもしれない、やっぱり向いてないのかも。とはいえ、最近出たユニコーンもねボロ負けしてます、はい、やっぱりダメです。何だったらいいんでしょうかっていうことでちょっと考えながら帰りますただね、負け額としては、36,500円マイナスなので、過去3回戦の、トータルがマイナス300個ぐらいだったんで、それ合わせるとなんと約1万発ぐらいのマイナスになってしまいました。だから3万発プラスにするためには4万発以上出さなきゃいけない。でも今日隣の北斗の人3万3000発出してたし、そうまだ分かんないぞと、こういった悲しい展開もあるけど、逆に上もすごいありますんで、可能性が。だから次あと2回しかないですけど、諦めずに頑張っていきたいと思います。次回何打とうかっていうとこなんですけど、本当にラッキートリガー怖いなって思いつつも、北斗リベンジしたい気もするし、まあ状況次第でなんとか頑張って、一撃性のある台ですね、しかも私選択しないんで、なんとか向いてないですけど、私安定スペックが向いてるんですけど、一撃性の方でなんとか頑張って出したいと思います。なのでまた次回を見てください。ということで今回はさよなら。
ご視聴ありがとうございました。